これを逆にやったりです、まあ掃除でしょ、さっき言ったような。で今度は入り磨きやるんだけど、ね、動きとしてはこれを、ね、こう掃除をしてる。ここで今乗っていく、これを逆回してここで乗っていって出る。理屈だけ説明すると、ここのこの中心軸に乗る、でもっと乗るというか、もっと出ていく、出ていく、軸があるまで出ていく、出ていく、そうすると前に崩れるやん、ずっと。こうしたら崩れないけど、こう崩れていく、崩れていって、はい、こっちの足を出すのに、足を出すんじゃなくて、これが出ていった結果、出る。で、方向が変わって、方向が変わって、こう。要はこの足を出してこっちを向くっていうコントロールをするのに、実際に足を出してこうっていうコントロールをするんじゃなくて、このコントロール、このコントロール、このコントロールをしてやる、ね、このコントロールをしてやる、で乗ってやる、でこう入ってやる、ね、だから乗ってここに入る、パッて回らない転換じゃねえんだから、こういった、ここで乗る、ここ、ここで、ここよ、ね、だから相手がこう打ってくるのね、分かりやすくね、掃除ってのじゃあここで相手がこう打ってくるね、こう打ってくるね、これに対してこういう掃除拳なの、ね、それになるのにこれでここよ、これを使う、ね、このこれに対してここの最後、ここのこの掃除拳、これになるのに、これでここよね、これよ、この掃除拳、ね、これを、はい、ね、このセンター軸がさっきこうやってた中心と、これはこうやってる人はこことここが違う、そうするとこことここでこう動いたりするわけよ。だから掃除としてちゃんと動きをしてやる。で、つつこういうこと。で、これで相手に対してやってやるってことですね。まあね、タイミングがあるからゆっくりでも結構です。で、相手がいるから特にこう踏ん張ったりしない。ここじゃなくて、ここで出す。で、これ。そうそう。パン。楽に立っといて、ちょっと待って。楽に立って、ちょっと。